このガイドでは MXC 取引所で購入したトークンをスマートウォレットのウルティモウォレットに送る方法をご説明します。取引所からトークンを送るにはウォレットのアドレスをコピーする必要があります。スマートウォレットアプリを開き、ウルティモのカードをタップしてください。ウォレットのアドレスが表示され、コピーするためにコピーアイコンをタップできます。 MXC 取引所にログインしてください。メニューのウォレット withdraw を選択してください。検索バーにウルティマトークンの名前を入力してください。コピーされたウォレットのアドレスを貼り付け、送信したいウルティマの数量を入力してください。送信を確認し、取引所によるトランザクションの処理を待ってください。トランザクションが処理されると、トークンがウォレットに送られます。注意、ウォレットからウルティマのトランザクションを送信するためにはバランスにスマートコインが必要です。スマートコインを入手する方法は以下の通りです。1. 誰かに送ってもらうこと。 2. スワッピングを利用して入手すること。 3. 取引所で購入してウォレットに送信すること。 MXC からスマートをウォレットに送信するプロセスは、このガイドで説明したウルティモのプロセスと同様です。